よっ、すいませんすいませんすいません。はっ、はい、どうもこんにちは。瞑想おじさんことよさこい作曲家の山口貴博です。著作権フリーのボイスサンプルを、取って、配布していきたいと思います。で、ネタはですね、今日のヤフーニュース2020年5月20日の5月25日のヤフーニュース、パッと見て入ってきた言葉を、取っていきたいと思います。というわけで今日は緊急事態宣言解除、はい、こちらボイスサンプル取っていきます。いきます。緊急事態宣言解除、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 緊急事態宣言解除。今しゃっくりでそうなった。緊急事態宣言解除、緊急事態宣言解除、緊急事態宣言解除。緊急事態宣言解除。これもっと動きがあった方がいいんですかね、撮ってる時ね。どう思います、ちょっとフィードバックをお願いします。よろしくお願いします。何個ぐらい今、10個ぐらいいった。こんなもん、もうちょっと緊急事態宣言解除、緊急事態宣言解除。まだ緊急事態宣言解除。あとなんかありますか。こんなもんすか。何個撮った今、ちょっと待って。あーでもこれ止めたらさ、音声がちょっと今このマイク、これこれは僕が愛用してるベータ57、手話のベータ57っていうマイクなんですけど、なんだ、指向性が高いらしいんですね。まあ正直僕はこう今すっごい機材知ってます画法で語り出しましたけど、正直全然知らないです。で、たまたま、知り合いから指向性が高いらしい、指向性って何みたいな、何そのなんか縄で縛られたりとか、そういうなんか特殊なことに、違うそういうことじゃなくて、マイクの、マイクって、まあ、声を録音、音を録音する機械じゃないですか。そこの録音する範囲、そこがギュッと絞られて、るっていう、このなんかね、もうこういうなんか動きをしたらすごいいろんなことを言いたくなってくるけど、そこはぐっと我慢しました。僕偉くないですかね。そういうなんだ、音を取る範囲がまあ狭いというか、それはあれですね、その余計な音を取らないっていう意味で、いいマイクなんですね。ギュッとこの絞る、あなんかいろんなくだらないことを言いたいけど我慢した。ね、とこめっちゃもう無駄な話、クソ、これ何の話をしてるか今すごい思い出すのにちょっと今一瞬、思考止まりましたけど、このマイクと別に、手話ベータ57と別に、ここにもマイク1本、コンデンサーマイクっていうのが、ロードの NT1000 っていうのがあって、それはまあなんだろう、こういう多分コンデンサーマイクっていうのは、動画撮ってる方とかがよく使ってるような、広い範囲を撮るマイクですね、を1本立ててて、で実は、ちょっと前にスマホ1台プラスこの声ネタはこれだけで撮るみたいな、のやったんですけど、何全然喋りが、スマホに入ってなくて、そうだからどうしようかなと思って、でもなんかにマイク2本使うのめんどくさいじゃないですか。でもうどうかしたら僕、めんどくさがりなんで、スマホの動画だけ
もうほぼ編集なしで、やりたいなと思ってたんですけど、どうしてもちょっとそこが難しいというか、とりあえずちょっと一回、まあ僕音声、音を扱う人間なので、ちょっと一回やってみようと、まあそこはアドバンテージを出していってもいい、まあ、アドバンテージを出すほどのこともしてないですけどね。むしろねえけどな、この機材やらなんやらね、もうほんとすごい。まあまあその話はどうでもいいや。何でしたっけ。そうそうそう、本当に今何を喋ってたか全部忘れましたね。あのそう、音を一回止めて確認しようと思ったけど、うわ、音を確認しようと思ったけど、これとこれ、そう、喋ってるマイクはこれ、音声これだから、止めたら、これも止まっちゃうから止めらんないっていうことを言おうと思って、今、何分か、すごい無駄にしましたけど、うわ、もう10分なる、あ、違う、5分。はい、そう、まあ、なんで、これ、こういうちょっと今、ことをね、YouTuber に、なろうだとか、この、YouTuber っていうか、まあ、まあ、初回なんでちょっとそういう話をちょっとしたいなと、ちょっと思うんすけど、まず、なんだろうな、YouTuber も今めっちゃ今、ね、猫も杓子も YouTuber みたいな感じで、皆さん動画配信すごいやってるじゃないですか。で、まあ、僕もね、やっぱ先見の明があるので、もう、かれこれ、2、3年前からね、ちょっと YouTuber やりてえなみたいなことは思ってたわけですよ。まあまあやってないからね、もうゼロ、いくら何を言おうとゼロなんですけど、でなんでやりたいと思ったかっつったら、僕はまあフリーの、作曲家っちゅうお仕事をさせていただいてるんですが、基本ですね、もう自宅にこもって、パソコンと向かって曲を作ってるわけですよね。で、ほぼもう家族以外、奥さんと子供が僕2人いるんですけど、家族以外とはもうほぼ喋らないと。で、時々まあその仕事の打ち合わせでお客さんとお会いするみたいなことはあるんですけど、で、僕今39なんですけどね、その、本当になんだろう、この、もう40手前になって、そういう人と喋らない生活、その自分が、なんだろうな、自分だけが、こう、悠々自適って言っても結構ね、お金はないですけどね、そのね、まあそこそこ頑張らないといけない感じなんですけど、まあ、僕がここで仕事場で何をしていようが誰も何も言わないじゃないですか。で、そういう環境にちょっといるのって、居続けるのってどうなんだろうみたいな。もっとなんか人目にさらされて、どうにか、ね、この、なんだろうな。俺は本当にこの大丈夫なのかっていうのを定期的に、人に問うていかないと、やばいんじゃないみたいな、そういう、あれが、脅迫観念というか危機感がすごいあってですね。で、ずっと、こういうことをやりたかったんですね。あと、まあ、自分がラジオ好きっていうのもあるんですけど、深夜ラジオとかそういうね、おバカなラジオなんかが大好きっていうのもあるんですけど、その喋りたい。で、昔僕、10年ぐらい前、地元の長崎のね、コミュニティ FM でなんか3、4年ぐらい番組をやらせていただいてたこともあったりとかしてですね、あと自分でポッドキャストなんかもちょっとねやってた時期もあって、こういうなんだろう、喋り全然面白くないくせに なんかこうね喋りたいんですよね、人前でね、全然面白くないですけどね、ほんとなんでこんな面白くないのに喋りたいんですかね、人前でね。だってこの話なんかも今何分ぐらい喋ったんですか、今掛け声のあれが終わってからもう多分5分ぐらい経ってるんですけど、ほぼ内容がない話をね、しちゃいましたよね、本当に。まあまあいいや、その結局誰もこんなのね聞いてないし聞かないだろうし、まあこんな感じでですね、そう、そうで、そうでな、はい、
まあだからこの動画をね、そう作るにあたって考えたのは、まずそう、こんな普通の、無名なおじさんの話なんて誰も聞きたくないっていうのがまず一個あります。でしかし僕は、それに勝るこの無名で気持ち悪いおじさんだでも話を聞こうという話ができない、内容がない話しかできない、内容がない話を40のおじさんがしても誰が聞くかって話ですよ。そのお笑い芸人の動画なんて、このねお笑い芸人さんの面白い話の動画なんてもうほんと山ほど、YouTube 上に上がってるので、じゃあ、どうやったら聞いてもらえるか、まあ聞いてもらわなくてもいいんですけど、まあ僕が喋る場としてちょっと作りたいなと思った時に、まあ一応作曲とか音楽を作る仕事をやってるんで、僕個人的に著作権フリーの効果音とかを YouTube でね、流してる、無料でね、ダウンロードできる著作権フリーの効果音を、配布してて、まあそれは割と、使ってもらえてると思うんですよね、個人でやってる割には。なので、じゃあそれをくっつけちゃおうと。で、なんだろうな、それを、撮ってる様子を見ていただいたりとか、そのネタ、ただその効果音を配布するっていう、一個の、まあ別にこれ動画撮らなくてもできることなんだけど、それをちょっとエンタメに、まあ自分ができる範囲のエンタメってなんだろうって考えた時に、これが出てきたわけですよ。自分がやりたいことをちょっと乗っけちゃうみたいなんですね。というわけでちょっとこんな感じで長々喋らせていただきました。まあちょっと10分超えたんでそろそろ、終わりにしようと思います。編集でどうなるのかな。というわけで、そう、こういうのをなくしたい。もうなんか、脳が止まっちゃうんですよ。なんかね、俺何してたっけみたいな、そういうことね。最近もですね、また喋るの面白くないのに。でも一個聞いて。もう最近多いのが、卵をね、コンコンコンって割って、ほら、ボールとかに出すじゃないですか。あれをね、で、三角コーナーに殻を捨てるみたいな。もう最初からそれをね、三角コーナーに卵をね、パカってね、やっちゃうわけですよ。もう、ほんとね、やばくないですか？どうなんですか？皆さん、こんな感じなんですかね？もう30、終わりに、40手前になったら、ね。っていうおじさんのリハビリです、これは。わかったか？わかったか？最後まで見てくれてありがとう。ね。中身もないのによく頑張った！ね。というわけで、あなた偉いよ、ほんとね。というわけで、チャンネル登録ボタン、がその辺にあるんで探して押したらいいじゃないね。この効果音も何かに使ったらいいじゃない、使えるもんならね。というわけで、メソおじさんことよさこい作曲家山口貴弘でした。またさよなら。